こんにちは、誠眼鏡店の板野です。今回ご紹介するフレームはこちらです。増永金次郎 MK021 カラー7番のフレームです。増永金次郎は、福井県鯖江市の、メガネ職人さんで、特にセルロイド磨きの達人として、知られている方です。その方の名を冠したですね、ブランド増永金次郎、そちらからこちらのフレームのご紹介です。こちらはですね、素材はセルロイドでできております。なかなか透明のセルロイドの生地って、見ないと思うんですけども、ちょっと近づいてご覧になっていただきましょう。はい、こちらですね、今この時点ではおそらく皆様からは透明に見えるのではないかと思うんですけども、手に持ってよく見てみるとですね、若干紫がかった、色になっています。これがですね、またクリアとは、また違った印象で、ちょっとなんて言うんでしょう、妖艶な感じがして、普通のクリアのものとは違った趣になります。ではテンプルも見ていただきます。こちらですね、テンプルの中の芯金色となっておりまして、こちら、透明な、形の生地でございますので、この金色の中の芯が見えて、これがですね、横顔に印象付けるポイントとなっております。では実際かけてみます。かけてみると、このような感じになります。横顔も、このテンプルの金色の部分がですね、覗いてかなりスタイリッシュな印象になると思います。どうしても透明のこういうタイプの、メガネっていうのはちょっと花粉症用のメガネっていうふうに思われがちなところがありますけれども、実際こういったクリアの生地って結構スタイリッシュに見えて、なかなかクールでかっこいいものでもあります。ぜひですね、ご来店の際は、お試しください。またですね、当店なんですけれども、中古のメガネの買い取りも行っておりまして、度がついたレンズが入っているフレームでも問題なく、買い取っております。またですね、よそのお店で買われたフレームに対する、レンズ交換等も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。それではありがとうございました。